残ります。もうこれはラストですね。ラストプレーになると思います。蹴るのは熊林、田中も上がった、北も上がっている、田中北がボールはこぼれている。スローインは草津ボール。手元の時計で後半47分、田中にはロングスローがあります。北に合わせるか、キーパー出るか、こぼれている、松下ロスタイム、松下今日2得点目、すごい、24回目の連勝のチャンス、ロスタイムで草津が勝ち越し。キャプテン松下、アディショナルタイムに松下が決めた。やっぱりね、こういうゲームは感動しますね、本当に最後までなんとか点を取ろうというね、ベンチも含めてサポーターも含めて一体感を感じる、それがこういうゴールがにつながっていくというね、素晴らしい。ここで試合終了、アディショナルタイムに松下の勝ち越し点、今日2ゴールでザスパクタス、24回目のチャンスで J リーグ初の連勝です。そして今季初ホームでの勝利です。まあ、だから本当にサッカーの魅力ですよね。やっぱりこう見てる側、やってる側、こうクラブ一体となってですね、こういう勝利に向かっていくというね。まあ今チェがこうパックが映ってますけども、三笘もね、やっぱりこ う、ね、彼ららしさというものを見せてくれましたし、もうこれは納得ですよね。彼としてもやるべきことはやったと。いやでも松下特に後半はね、彼頑張ってましたし、キャプテンが決めるということね、その影響力大きいですから、はい、常に練習の後にはミドルシュートの練習を欠かすことのなかった松下、今年はキャプテンに任されてどうやっていこうか自分の中でも悩んだと話しました。自分はプレーで引っ張っていくタイプだと、そう話した松下。いやけど